君のそばにいたい。今年ジェネ紅白どうなのって聞かれてたので服着てない気持ちになりますちょっと僕以外の6人はまだ足元にも及ばない。いいとこ取りで過去に戻れたら最高ですよね。クリスマス直前、寄せサンタに言ってもらいたいあの名台詞、お願いいたします。いきます。初めて会った時から君のこと目が離せなかったんだ。クマ一つ取るのに真剣で、俺の趣味した時くったくなく笑ってくれて、食事の時きちんと手を合わせたり、魚の食べ方綺麗だったり、そういうの全部グッときて、会うたびどんどん君を好きになった。俺が好きなのは君なんだ。君のそばにいたい。直前まで確認してたんだけどな、やっぱさすがにダメだったな。家族に報告した時にやっぱりすごく毎年毎年今年ジェネ紅白どうなのって聞かれてたのでやっぱり今年すごくいい報告ができて嬉しかったですし、いろんな方に会うたびに紅白おめでとうございますっていう言葉をいただいて、やっぱりそれだけすごく影響力のある番組なんだなって、なんか本当に毎日感じてますね。自分の父親が高校の教師やってるんですけど、その高校の教師の現場で同僚の方とかに紅白おめでとうございますっていうふうに言われると、なんかその言ってくださる方も自分の人生の中で紅白おめでとうございますって人に言うことがあるっていうのが不思議だっていう、その同僚の方たちも言ってて、なんかある意味違う形で親孝行できたかなというふうに思ってます。髪の毛がね、そうなんです、黒くなって、はい、ちょっとデビューしてから初の黒髪に、初のですか、はい、7年ぶりぐらい似合ってますよね。似合ってますよ、もう今日からこれでいくらしい。やめてください、僕そうなんですか、そうなります、いやですよ、僕はもう恥ずかしくてしょうがないですから、黒髪は今、ね、やっぱ7年ぶりでもいいよ、これを機にね、全然黒でいいんじゃないかな。いやいやいや、やっぱ高校生ぶりの黒なんでちょっと今すごい恥ずかしいです。どうですか、自分の黒髪って久々の。いやだから本当に恥ずかしいですね、スタッフさんと会う時になんかちょっと服着てない気持ちになります、ね、ちょっと金髪をなくすと自分がいなくなった気持ちになります。すげえ。どうぞどうぞ。おお。その玉座に座ってみた感想もそれぞれぜひお伺いできたら。座ってすぐに僕はまだここに座れる器じゃないなと感じたので、いやいや、日々精進してまいろうかなと。玉座に見合う男になるためにちょっとまだまだ修行が足りないなという感じでしたね、はい。メンバーの中で一番似合いそうなのは誰が座ったんですか。残念ながら僕ですね、それは申し訳ないですけど、メンバーのこと大好きなんですけど、やっぱ僕以外の6人はまだ足元にも及ばないでしょまだ座れて僕かなっていう。俺は過去には絶対戻りたくないって思う人なんで、いやなんか楽しい過去は戻りたいですけど、なんかこうなんか戻っていいことってねえなっていうか、なんか直したところで後悔しそうな気もするのと、そんな気持ち二度と味わいたくないって思いもいっぱいあったりとかするのと、だからあれですね、本当。いいとこ取りで過去に戻れたら最高ですよね。いや結局戻るんかい。うまいもの食ってる時とか、そうだ、ね、楽しい時間とか、みんなで遊んでる時間とか、こういう時は戻りたいなと思います。